ミラクルレジェンドは、日本の競争馬。主な勝ち倉は、レパードステークス、クイーン賞、レディスプレリュード、JBC レディスクラシック、マリーンカップ、エンプレスハイ。馬名は、父なの一部を英語にしたものと、母なの一部を合わせた造語。デビュー戦は8月22日、札幌芝1500メートルの新馬戦。直線追い込むも6着だった。 以後2戦は芝1600メートルを使うの3着、6着に、敗れた。青切り、S4 ヶ月半の休み明けで初ダート戦となる4月18日の、阪神ダート1800メートルの未勝利戦で直線差し切って初勝利を飾った。続く京都のダート1800メートルの500万、下戦も直線抜け出して勝利。 千枚下の青切りステークスも差し切って三連勝となった。陣営は初重賞となるジャパンダートダービーはボバ相手に四着に検討した。そしてレパードステークスは最後の直線でグリッターウィングとの叩き合いを制し重賞初勝利を飾った。12月8日船橋のクイーン賞では行位の4.5番手で競馬を進めマイペースで逃げたザッハーマインを 直線半ばでかわして一馬新半差で勝利、重賞に連勝となった。2月2日大井の TC 形状大阪月では、後位追走から足を伸ばし、直線で、ラベリータとの叩き合いになったが、首差で2着に敗れた。3月2日川崎のエンプレス杯は、中段から追い込んで、ラベリータ、ブラボーデイジー、プレシャスジェムズとの激しい争いになるが3着。 7月18日森岡のマーキュリーカップでは2番手追走も直線で伸びをかき5着に敗れる。8月6日新潟の関越ステークスでは、高位から抜け出すと、ウィンペンタゴンに一馬身3、4差をつけて勝利した。9月29日大井のレディスプレリュードでは、高位6番手に控え、直線残り150メートル付近でラベリー板をかわし、重賞3勝目となった。 11月3日大井の JBC レディスクラシックでは、後位追走から3コーナーで徐々に前へ進出すると、直線で、ラベリータとの激しいデッドヒートを制し重傷4勝目、勝ちタイムは1980年にカツアールが記録した、タイムを0.3秒更新する、コースレコードだった。12月4日のジャパンカップダートでは、後方から追い上げてくるものの6着だった。 2月29日のエンプレス杯に出走予定だったが、降雪によって開催中止となる。4月4日のマリーンカップでは、後方から差し切って一場新半の差をつけて勝利した。5月19日の東海ステークスでは、中段追走も直線で伸びをかき5着に敗れる。6月27日の帝王賞は5着、連投で挑んだ、スパーキングレディーカップは3着だった。 秋のレディスプレリュードと JBC レディスクラシックはいずれも一番人気に応えて連覇を果たした。しかしクレノジャパンカップダートは後方から追い上げるも6着だった。1月20日の東海ステークスは後方から追い込むが6着。そして引退レースとなったエンプレス杯は一番人気に応えて勝利し引退に花を添えた。3月2日で競争場登録を抹消。 引退後は、生まれ故郷の八代大ファームで、繁殖生活に入る。2011年3月11日に発生した、東日本大震災当日、本場は、宮城県山本町の山本トレーニングセンターに、滞在していた。幸い、本場を含めて滞在中の馬には、被害がなかったものの、水道や電気の止まったために、他の牧場へと避難した。 立冬トレーニングセンターへ戻った後、同年11月の JBC レディスクラシックを勝利するなど活躍。管理する藤原秀明長教師は、震災を乗り越えて、重傷をいくつも勝ったんだからな。鉄の女屋と称えている。ありがとうございます。